本当すごかったわセイラー、やっぱりあなた最高ね。15の時ママが言ってたわ、すぐにセックスのことばかり考えるようになるって。初めてやる前には私に相談しなさいってね。でも本当のおじさんじゃなかった、パパのビジネスパートナーだったの。ママは私がやられたのを知らなかった、それだけは確かね。こんにちは、私ローズ。このうちにお世話になりに来たんだけど、これ手伝って。ねえバディ、コロンビア大学ってどの辺にあるの？それどんなところなの？ニューヨーク。うわニューヨーク、信じられない高いビルがいっぱい建ってて、それにいろんなものがあるのよ。ニューヨークか。お母さんがそこに住んでて学校に行ってたなんてすっごいじゃない、本当に。サリー・ガーバーです。州立刑務所の犯罪学者です。これはあまり前例がないかもしれませんが、釈放中の刑事犯のトラブルや逃亡もそれに含まれます。このアプローチの目的は、刑事犯の行動や性格を分析して仮釈放中の犯行や逃亡の防止に、それから逃亡した場合は性格分析から行動パターンを予測して逮捕に協力できます。この種のウェリフォルマウスは確かジュラ紀に絶滅したはずなのよ。なんでこんなとこに？何？問題は絶滅した生態系についての知識のなさだと思います。何も知らずに管理しようなんて無茶だわ。例えばこの建物の中には有毒植物が美しいということで飾られていますが、彼らだって攻撃的な生き物です。自分たちの身を守るために必要ならどんな手段でも厭わないでしょう。ありがとうクエンティン。クエンティンの言う通りいい？スプートニクは歴史の重大な出来事なの。きっと科学はどんどん進歩する。あなたどう思うホーマー？あら、喋れなくなった。とても遠くにいるのよ、地上から何百マイルも離れた上空。どう、あなた想像つく？よそ見してちゃダメよ。では誰かスプートニク打ち上げの意義を答えられる？今日は結婚式の引き絵。違うわ、私は今離婚の調停中で、今度姉がお電話でトラビスですけど、もちろんいいわよ。さあどうぞ、コニーは帽子よく似合うわ。ごめんなさい、今日はこれで失礼するわ。いろいろとお世話様、ありがとう。それからこのシャンパン最高。今は何を？懐かしい。ちょっと待って、じゃあやっぱり喋る能力を備えてたの？だからチームを作って活動できたのね。輪を持ってたんだ。お手伝いできることがあったら何でもいい、遠慮なさらないで。電話をちょうだい、いつでも何でも。先生は一番今もね。フランク、前も言ったでしょ、診察台ではやらない。そういう変わった趣味に付き合うのはお断りだけど、今夜いい子にしてたらベッドでね。あなた忘れてるみたいだけど、昨夜会う約束だったでしょ。家に泊まってるわけ？フランク忘れちゃったの？私からに乱暴されかけたのよ。麻薬が消えたの、冷蔵庫に入ってたやつを全部取られたの。フランク待って、まだあるんだけど、麻薬取締り局の人が来てるの、あなたのオフィスに。話を聞きたいって。決められたスケジュールがあるでしょ。どうして会いに来なかったの？ルーシーの新しい生活をどう考えてるの？サム、言っておきますけど、私は全力を尽くすわ、あの子がまた傷つかないように。一体どういうつもりなの？近所に引っ越してくるなんて、ルーシーにけじみがつかないじゃないの。あなたをパパから引き離すなんて、私はそんなことしたくないって知っておいてほしいの。会いたくなったらいつでも言って、会いたくなったらいつだっていい、言ってくれれば会わせてあげる。母は私が成長して話ができるようになってからはよくおしゃべりに付き合ってくれたの。特に母の仕事が忙しくて私が寂しがってる時なんかは、埋め合わせの意味もあってね、気を使ってくれてたと思う。どうやったらいい母親になれるのか悩んでるってことを私に打ち明けてくれたの。娘の私に仕事は特別なもので、それを捨てられるかどうか自信がないってことまで。142カ国が調印し、12カ国が保有する地雷を全て廃棄したわ。調印してないのはどこ？アメリカとキューバよ。リストがあるの、朝鮮に駐留した元司令官9人のリスト。彼らは米軍を守るのに地雷は必要ないと言ってる。それにアメリカには地雷より効果的で味方にとっては危険性の低い兵器があるんでしょ。非武装地帯ではすでに北朝鮮対策として使われてるんじゃないの？ねえ、他の話もやってたでしょ。多分その後だと思うけど、クメール・ルージュの男が拷問室の裏で野菜を作ってたって聞いた途端、思わず急ブレーキ踏みそうになっちゃった。ねえ、本当は病名を知ってるんじゃない？隠してるんじゃないの？どんな症状が出るの？症状について聞いたことないわ。ギルはおじいさんの話は一度もしなかったと思う。全部あなたが？ありがとう。ええ、言わなくたって知ってるわ。私とやってるって、あなたが私とやってるのをみんな。何が問題なの？嘘ばっかり。私思うんだけど、あなたが泣かないからエディも泣かずにいるのよ。やめてよ、難しく考えることないわ。見て、立派な大学生に見えるわ。子供扱いは嫌？生活費が随分かさんで、あなたの仕事は勉強よ。対面もあるし、ごめんなさい。もちろん覚えてますわ。事件の担当刑事さんね。突然来られるから何事かと。なぜここへ？保護観察官はつかないはずだったかと。どうも、はじめまして。東アーリーヒューマンスクールの校長、プルデンス・シモンズです。当校においては、まずもって同じような子供は2人とおりません。同一の教育体験をする必要がどこにありますか？そうでしょう。登校生徒のほとんどが一流の中学に進学してる。でもそんなことは重要じゃありません。タイムホールで遡っていくと普段の時間とは違った感覚になるの。とてもベーシックな感じ。うまく言い表せないけど、そうね。例えば自分が部屋にいるとする。なんだか壁紙がいつもと違ったトーンに思えるかもしれない。壁にはガス灯があるかもしれない。あるいは空気の質が違って感じられるかも。細かい埃は古の時代のものかも。エイゼル、おかえり。どうだった？楽しかった？ママ、最高だったよ。この前も言ったでしょ、行かなきゃダメ。10代の子らしく友達作って、車に乗って。お願い。おかえり。調子は？州立大学なんですって。ちょっとすぐ捨てちゃうわけ？仕事の依頼を話し合わない？夫婦で話し合いくらいすべきじゃない？あっそう、分かった。ルイ・アームストロングさん、自分の部屋で練習。試合の裏も表も知り尽くしたコーチなのに、子供たちを名誉と責任感と自尊心のある人間に育てられる人なのに。ボーブン、私は23の時からあなたの素晴らしい手腕を見てきた。いいなや、そう決めたでしょ。母親と学校に行くなんて変だもの。実はね、私も偉いと思う。もう知らないことばっかりよ。そりゃ当然だけど、でもこんなにとはね。エリカ・ジョング読んだ？よし、じゃあフリーセックスについて教えて。ダメよ、フリーセックスもっと書かなきゃいけないの。若い頃に産んだからあなたには苦労かけちゃって、コナーには正直に伝えなきゃ。いいえ、武器なんてまさか持っても。どうもよろしく。それでおかけして申し訳なかった。でも私たちの家です。段じゃないわよね。新しい仕事ねえ、平気なの？今の何？どういうこと？どうやって？どうして？これは本物なの？バカ女きつい。私なら他の女性をそうは言わないわ。私がそのバカ女だし、私が結婚するの。変かしら？そうね、ごめんなさい。ただ私たち早く人生の新たなスタートを切りたくてうずうずしてたの。それでサインしてもらった書類を木曜日までにダンスビルに持っていけばフライドチキンナイトに結婚できる。彼はチキンが嫌いだけどサイドメニューは好き。どうもアルバート。誰だった？勘弁して。無駄足よ。アルバートに行ったのと同じこと言うだけ。いいえ、ちなみにタバコもない。クソね、ゴードン。あんたもされたい？このクソアルバート。そんなことあんたに言われる筋合いはない。それで言いたいこと言いなさいよ。サウスダコタ連邦刑務所